はい、皆さんどうも、なるみなのかです。ツイッターにてアークアール初心者の方からキャラが多すぎて誰から育成していいかわからないので優先的に育成すべきキャラを動画で教えてほしいとのリクエストをいただきました。というわけで今回は初心者の方が優先的に育成した方がいいと思うキャラを私の独断と偏見で選んでご紹介していく予定です。またこれからアークアールを始める方向けに2020年6月現在リセマラをするならぜひ入手してほしいおすすめキャラもご紹介していきたいと思います。こちらは入手可能キャラクターの主な分類です。一部の例外となるキャラを除き、キャラクターは基本ガチャを回して入手する形となっています。ほとんどのキャラが分類されるのが工場キャラと呼ばれるキャラです。1日1回無料ガチャやイベント報酬のチケットガチャなどで無料で入手可能なキャラであり、地道にプレイを続けていれば遅かれ早かれ揃っていくと思います。そのためリセマラで工場キャラを狙うのは正直ちょっともったいない気がします。リセマラで狙うべきは断然限定ガチャでしか登場しないキャラだと言えるでしょう。限定キャラの方が圧倒的に強いキャラが多いほか、入手できる機会も工場キャラに比べてどうしても少なくなってしまうからです。中でも狙いやすいのは定期的に開催されるフェスガチャなどで入手可能なフェス限定キャラ。ここしばらくのフェスガチャはだいたい毎月開催されているのでタイミングを合わせやすいのが一つ目の理由です。また他の多くの限定ガチャがお目当てのキャラ一点狙いになるのに対し、フェス限定ガチャの場合はだいたい10人ぐらいの限定キャラが入っているので、リセマラの際に複数のキャラを狙いやすいというのもフェスガチャを選ぶメリットだと思います。なおフェスガチャは毎回同じラインナップではない可能性があります。回によっては出現しないフェスキャラもいるんで、どのキャラが出現するのかチェックしてから回すようにしましょう。ただフェスガチャだと限定キャラの中でも一部のキャラしか狙えません。その他の限定キャラをリセマラで狙うためには不定期開催される対象の限定キャラ入りの個別ガチャをタイミングを合わせて狙う必要があります。現在どんなガチャが開催されているかは公式サイトのお知らせやアークアール公式ツイッターなどをチェックしてみてください。では限定キャラの中でもリセマラで狙うべきおすすめのキャラをご紹介していきたいと思います。今回のキャラの選出基準としてはこちらの2点を基準にしています。基準1つ目については、アークアールはアプリゲームという性質上どうしても後で追加されたキャラの方が強くなりがちとなります。せっかく引いて育てたのにすぐ戦力外になってしまっては少し切ないですよね。ただこれまでの傾向とゲームの特性を踏まえると、おそらく今後も腐りにくいだろうと思われるキャラは大体予想できます。なんといっても同時に複数の敵に大きなダメージを与えられる火力高めかつ対象範囲広めなスキルを持っていることです。これを踏まえ今後もなるべく長く活躍してくれそうなキャラを優先的に選びました。基準2つ目については、アークアールにおいてはキャラ自身の育成はもちろんですが、それと合わせて様々な効果を持つ装備を各キャラクターと組み合わせていくことが戦力アップの鍵となってきます。ですがゲームを始めたてはどうしてもキャラの育成素材や各装備を揃えるのがちょっと難しくなってしまいます。そのため今回のおすすめキャラではとりあえずレベルさえある程度上げれば即戦力として活躍してくれると思われる扱いやすめなキャラを中心に選びました。2020年6月現在フェスガチャでリセマラを行う場合、こちらの4キャラの中から2体以上同時取得を狙うのがおすすめです。もちろん狙える方は3体以上狙ってもらっても大丈夫ですが、確率を考えると3体以上はかなり根気が必要になってしまうと思うので、2体ぐらいで妥協する方が無難ではないでしょうか。フェスガチャから入手可能なフェス限定キャラは基本みんな強いです。ただ装備が揃ってないと強さを実感しづらいキャラや癖が強く初心者には扱いづらいキャラがほとんどなため、注意が必要だと思います。その中ではソル、ヤグン、ガルアーノの3キャラは装備が揃っていない状態でも即戦力になりやすい高火力な範囲スキルを持っているため、
初心者の方におすすめです。それでは順番に説明していきたいと思います。一人目はあの古の七勇者の一人、ソル。アーク2ではほんの一瞬しか登場しなかった彼が、アークRでストーリーとともに満を持して実装されました。性能面で言うと、ソルは素の攻撃力も高く、高火力な攻撃スキルを連発しやすいことから、いろいろな場面で活躍しまくれるはずです。また最近のアークRは無敵や不屈といった状態変化を持っていて、普通にダメージを与えられない敵というのが多くてちょっと面倒なんですが、そんな状況に対応できる数少ない状態変化除去系スキルを持つキャラの一人がソルとなっています。その他にもかゆいところに手が届く能力をいくつも持っているんで、性能面だけで言えば迷ったらぜひリセマラで取るべきキャラナンバーワンだと思います。ただ必ずしも取らなければならないキャラというわけではありません。他のキャラを組み合わせることである程度は替えが利くキャラでもあります。2人目は幼少軍のヤグン。なんといっても攻撃スキルのロイエカノーネが強いです。刺さる場面が非常に多い強化力かつ広範囲の攻撃スキルとなっています。3人目は同じく幼少軍のガルアーノ。攻撃スキルのハンドレッドバーストはヤグンのロイエカノーネよりはちょっと狭いものの、使い方としてはほぼ同じだと思ってもらって大丈夫です。そしてガルアーノの場合、広い範囲の敵の物理防御と魔法防御を大幅に下げる非常に便利なオートスキルを持っており、対象範囲の敵にさらに大きなダメージを与えることが可能になります。しかも幼少軍のダメージアップ効果付きのスキルを持っているので、ヤグンと一緒に組み合わせた際、さらに凶悪な攻撃が可能となります。この相性の良さを考えると、リセマラでヤグンとガルアノのセット入手を狙うのもありだと思います。ただアークザラット2での彼らの行いを考えた場合、プレイヤーによっては絶対パーティーに入れたくないという方もいらっしゃることでしょう。そういう方は遠慮なくスルーして他の強いキャラを狙っていただいた方がいいと思います。そしてこの3人と合わせての入手がおすすめなのがレベッカ。広範囲で大幅な攻撃力上昇効果のオートスキルをはじめ、とてもレアでとても優秀なサポートスキルを多く持っています。またドリームハリケーンは単体相手ではあるものの、確定7連撃がいろんな場面で刺さることが多いと思います。続いてフェスガチャ以外の限定ガチャでリセマラを行う場合のおすすめキャラをご紹介しましょう。2020年6月現在のおすすめはこちらの2キャラ。この2キャラは復刻の際のガチャ形式が何パターンかありますが、無料の石で狙えるガチャから出るときがリセマラにはおすすめです。おそらく多くの場合一点狙いになってしまうと思いますが、2人ともそれだけの価値がある強キャラだと思います。まずは世界を救う勇者アーク。アークはキャラ中最多の3バージョンが実装されており、その中の1バージョンとなっています。範囲内の敵への電撃に加え、前方広範囲へのデバフスキルということで、大まかな性能だけで言えばガルアーノに少し近いかもしれません。とはいえガルアーノが攻撃に特化しているのに対し、世界アークのスキルには状態異常回復スキルで、さらにククルがいると HP 回復効果が追加されたり、スキル1はトッシュやポコやエルクなど英雄キャラと一緒に組むことでダメージが増加されたりという効果があります。しかもこのデザインはですね、初代アークザラットやアークザラット2でキャラデザインを手掛けた国末隆一氏による特別書き下ろしのイラストを元に作られているんですが、なんでもアーク2で最終決戦を迎える直前のアークをイメージしてるらしいんですよ。おそらくかつてアーク1や2で彼らと一緒に戦ったプレイヤーの皆様にとってはなんともたまらないキャラであり、この世界アークがパーティーにいるということこそがアークアローを続けるモチベーションにもなりうるのではないでしょうか。問題点としてはですね、世界アークを入手可能なガチャが最近なかなか来ないってことですね。まあ多分そのうちきっと入手可能なガチャは来るんじゃないかとは思います。もしくはリセマラではなくプレイを続ける中でタイミングを待って狙うというのもありではないでしょうか。続いてはシアリンゴ姫ドレス。
視野自体は1日1回無料ガチャでも出る工場キャラなのですが、専用の衣装ガチャで入手可能な視野専用衣装リンゴ姫ドレスに着替えることで、超強力な広範囲かつ効果力のスキルを使用可能になります。このスキルは間違いなく現状最強クラスと言っていいでしょう。さらにオートスキルのレディーハートは HP 回復量も多い上、範囲も広いですし、スキル2で味方のサポートもできるということで、特に序盤は攻撃役と回復役などを兼ねることができるというのも強みでしょう。こちらの4人は火力高めキャラのサポート要員としてとても優秀なキャラだと思います。リセマラでなくても、ある程度ゲームを進めた段階で入手しても戦力を底上げできるキャラではないでしょうか。まずは味方の能力を底上げするスキルが優秀なバッファーから2人ご紹介します。1人目はセーラ・レイソー。先ほどのシア・リンゴ姫と同様、工場キャラのセーラが専用衣装のレイソーに着替えた姿です。オートスキルでは広範囲で大幅な攻撃力上昇効果だけでなく、味方の MP を回復する効果も持っています。この効果を持つキャラは現状はレイソーセーラのみ。特に序盤は装備を揃えにくいこともあり、スキル発動用の MP を貯めるのが大変なんですが、このレイソー姿のセーラがいることで MP 問題をかなり解決してくれます。しかもレイソーセーラは攻撃スキルも強いため、本人も攻撃役として戦闘に参加できるのが魅力です。2人目は心を通わせる少女リーザ。広範囲の味方の攻撃力を上昇するオートスキルのほか、アクティブスキルでアタッカーの攻撃力をさらに2000上昇することが可能です。他のバフスキルの攻撃力上昇値は基本パーセンテージなのに比べ、純粋な数値で上がるってのは非常にレアなスキルだと思います。特に序盤のレベルが上がりきっていない状況の場合、この2000というのはものすごい上昇値となることでしょう。パーティーメンバーをアタッカーで固めないと効力が低いのがネックですが、アタッカーに分類されるキャラは強いキャラが多いんで割と組みやすいと思います。続いて耐久力が高くパーティーの生存率を大幅に上げてくれる2キャラをご紹介しましょう。1人目は高潔なる王女サニア。アーク2のサニアのイメージを完全に払拭するほど非常に耐久力が高いです。アクティブスキルは2つともそこそこ範囲が広い攻撃スキルということで、雑魚が相手なら序盤から一掃可能でしょう。2人目はブラキアの戦士グルガ。彼も耐久力が高く、ちょっとやそっとじゃやられません。しかもスキル2は自身に無敵を付与可能ということで、解除などをされない限り2ターンもの間敵の攻撃をノーダメージで受け続けてくれます。先ほどのサニア以上に耐久力に特化したキャラだと言えるでしょう。なお、この記憶浄化の英雄キャラに分類される3人は初期状態で十分戦力になるにもかかわらず、特定のクエストを周回することでさらに強化することが可能な選ばれし特別キャラとなっています。他のキャラ以上に伸びしろが大きいというのはとてもポイントが高いのではないでしょうか。続いては即戦力にはなりづらいけどいずれは揃えてほしいおすすめキャラをさらっとご紹介します。まずはフェスキャラからゴーゲン。火力高めの広範囲スキルは嬉しいものの、装備が揃わないと使いづらいのがネックです。またゴーゲンを入手した人だけが閲覧可能なストーリーがキャラクエストとして用意されています。ネタバレはしませんが、本編を楽しむ上ではぜひ見てほしい物語だと思います。同じくフェスキャラからココナ。非常に貴重な味方への無敵付与スキルを使えるキャラですが、こちらも装備が揃わないとちょっと使いづらいです。そして衣装キャラからココナ冒険服。ただでさえ強いココナが衣装を着替えることでまた違った強力なバフスキルを使います。ただ先にご紹介したレベッカやセーラ・レイソー、心を通わせる少女リーザの3人に比べると、初心者の方には若干扱いづらいかもしれません。なお、衣装付きガチャでこの衣装を引くと通常ココナもついてくるという意味ではとてもお得なキャラでしょう。同じく衣装キャラから再度強襲装備。とても貴重な
状態変化除去攻撃のスキルを持っている上、うまく立ち回れば恐ろしいほどの高ダメージを与えることが可能ですが、装備が揃っていない状態の初心者がその本領を発揮させるのは少し難しいキャラだと思います。そしてアニバーサリーキャラからアニバーサリークグル、広範囲への攻撃スキルを連発できる強キャラではありますが、攻撃の威力が残りの MP に依存することもあり、しっかりと装備が揃っていない序盤ではなかなか輝くのは難しいかもしれません。それでは初心者の方が優先的に育成した方がいいと思う工場キャラを紹介していきましょう。工場キャラは1日1回無料ガチャでも手に入るため、ログインして無料ガチャさえ引いていればそのうち全員お迎えできると思います。ですが工場キャラの場合、限定キャラと違ってレア度も能力も低い星3状態で入手する可能性もあることから、戦力としてカウントするためにはまず育成しなければなりません。育成はキャラクターメニュー内の強化、進化、覚醒という3つの項目で行うことが可能です。特に最初はすぐに入手できる育成素材にも限りがあることから、まずは即戦力になるキャラを優先的に育成することでパーティーの戦力を底上げしやすくなるでしょう。優先育成推奨の工場キャラの選出基準としてはこの2点としています。なおアークアールのキャラには5種類のロールが存在します。進化素材や強化素材がロールによって色違いの別アイテムとなっていることから、今回はロール別に数キャラずつ選出してみました。ただいま画面に出ているのはヘルプに書かれている各ロールの特徴です。ただ実際のアークアールでは、例えば回復より攻撃が得意なヒーラーとか、補助より攻撃が得意なバッファーとかもゴロゴロしているというか、簡単に言うとキャラの大半がアタッカーっぽくなってしまっているため、必ずしもこの説明の通りではありません。現状私が考えるロールごとの確実な違いはこちらの2点です。ターンごとの MP 回復条件は最初のうちはあまり意識しなくても大丈夫ですが、慣れてきたら各キャラの行動を選ぶときに MP を回復させる動きも取れるようになると戦い方に選択肢が多くなると思います。タンクに最も求められるのは、敵の攻撃が他のキャラに行かないよう盾として自らが受け切ることにあると思います。そのため選出基準は先の2つの基準に加え、敵の攻撃を受けてもなかなか倒れないだけの耐久力があるかどうかということを主な基準にしています。タンク1人目はグスタフ。工場キャラと思えないぐらいズバ抜けて耐久力が高いキャラであり、割と難しめなクエストでもそうそうやられることはないパーティーの壁として頼れる男です。タンク2人目はグレーゴル。スキル2が工場キャラの中では珍しく貴重な無敵スキルとなっています。消費 MP が多い上一旦しか持たないのがネックですが、ここぞという時に無敵スキルを使うことでタンクとしての役割を十分に果たしてくれるはずです。タンク3人目はフィル。耐久力自体はそれなりとなりますが、なんといってもアクティブスキルが2つとも貴重な効果を持っているのが特徴で、状況によっては限定キャラでも替えが利かないほどのオンリーワンな性能です。スキル1はほとんどの相手に強制的に攻撃負荷や毒を叩き込めることから、相手が強ければ強いほど威力を発揮します。そしてスキル2は広範囲の状態変化解除スキルということで、もしソルや強襲衣装のサイドを持っていない場合、特に優先して育てたいキャラだと思います。続いて工場キャラのアタッカー、ヒーラー、デバッファーの中の優先育成推奨キャラをご紹介します。この3ロールの選出基準は先の2つの基準に加え、レベルをそこそこ上げさえすれば覚醒までしていない状態でもそれなりに敵にダメージを与えることができるかどうかも基準にしています。ヒーラーとデバッファーはアタッカーと同じく攻撃要因にカウントされることが多いため、この選出基準にしました。アタッカー1人目はアーク。スキルが2つともダメージ倍率高めな上、オートスキルで HP 回復も割とできます。アタッカー2人目はリア。
アーク2ではヤゴスに住んでいたビルマ博士の孫のリアちゃんが、アーク R では立派に成長した姿を見せてくれます。リアは何といってもスキル1が使いやすいです。消費 MP20 でこの範囲の攻撃スキルというのは他に替えが効かず、装備が揃ってなくても連発可能で頼りになります。覚醒前は少し攻撃範囲が狭くなるものの、それでも十分に強いです。アタッカー3人目はフェリーツェ。単体相手の連撃スキルを連発しやすく、限定キャラ並みの破格な性能です。攻撃できるのは2マス先のみということで、初心者の方の場合射程位置に陣取るのが難しい可能性がある上、スキル1の速さアップ効果に戸惑うこともあるかもですが、位置取りに慣れ装備で移動力を上げられるようになると、きっと彼女の使いやすさに気づくことでしょう。ぜひ早めに育てて使い込んでほしいおすすめキャラの一人だと思います。ヒーラーの一人目はククル。覚醒前から攻撃範囲が広く、育成が進んでなくても攻撃要員として活躍しやすいです。範囲が広いオートスキルで HP を回復できるのも心強いと思います。またステータスを上げきれていない序盤はオートスキルだけだと回復量が追いつかないことがたまにあるんですが、そのいざという時、地味にスキル2の HP 回復スキルが役立つのではないでしょうか。ヒーラー2人目はビルダ。貴重な状態異常回復スキルの持ち主のため、敵が状態異常付与スキル持ちのクエストの場合、優先的に連れていきたいキャラです。ククルと同じく範囲広めのオートスキルで HP を回復できるほか、覚醒前から攻撃範囲が広く、貴重な連撃攻撃スキルであるため攻撃要員として活躍しやすいです。デバッファー1人目はサニア。覚醒前から攻撃範囲が広く、育成が進んでいなくても攻撃要員にしやすいほか、オートスキルで広範囲の敵の攻撃力を低下できることや、ある程度育てれば耐久力がつくこともあり、クエストによってはタンクのような立ち回りも可能です。あとスキル2で付与できる状態異常が敵によっては刺さることもあります。デバッファー2人目はビオラ。覚醒前から攻撃範囲が広く、育成が進んでいなくても攻撃要員にしやすいほか、いろいろな状態異常を付与可能です。またスキル2は消費 MP が20と低いにもかかわらず、自身を回復しながら戦えるということで、相手次第では意外と耐久性もいけるキャラとなっています。続いては好調キャラのバッファーの中の優先育成推奨キャラをご紹介したいと思うのですが、正直なところ好調キャラのバッファーは優先的に育てたいキャラがあまりいません。強いて言うならポコなんですが、ポコの場合はガチャから出ただけのレベル1の状態でもバッファーとして優秀な上、育成してもバフスキルが強化されないんで、焦って育てる必要はないと思います。好調キャラの中であれば、むしろバッファー以外の他のロールのキャラを優先的に育てるのがおすすめです。最後に好調キャラの中で他に替えが効かないオンリーワンスキルを持っている2人をご紹介します。まずはヘルミーナ。キャラクターで唯一の戦闘不能キャラを生き返らせることができる蘇生スキルの持ち主ということで、攻略に詰まってしまったら彼女の起用を考えてみてもいいかもしれません。そしてドミニク。キャラクターでただ一人全体攻撃スキルを持っています。特に遺跡を訪れる際、この全体攻撃さえあれば宝箱を簡単に回収可能となります。他にも装備や育成を進めてうまく編成することで敵全体に与えるダメージを大幅アップできるため、クエストによってはものすごい高速周回が可能になります。ということで、これからアークアールを始める方向けのリセマラのおすすめキャラのほか、初心者の方向けの優先育成推奨キャラなどを私の独断と偏見で選んでご紹介しました。今回は基本主に性能面でピックアップしましたが、必ずしもそれだけで選ぶ必要はないと思います。もちろん最初のうちは即戦力になる性能高めのキャラを使った方がクエストをサクサクと進めやすいと思います。ですがもしプレイをしていく上でこれは
という気に入ったキャラを見つけたら、性能なんてほっといてそのキャラをひたすら育てたっていいですし、ストーリーに沿ってそのお話に登場するキャラに縛って編成したっていいんです。最近のアークアルは装備がかなり充実してきたので、ある程度であれば装備で底上げすることで自分の好きなキャラを使えるようになりました。ゲームということで、皆さんそれぞれお好きなように楽しむのが一番だと思います。サービス開始からかなり経ち、コンテンツも増えてきましたし、ぜひご自分の楽しみ方を見つけていただければ嬉しいです。ではそろそろお別れとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。